道内は強い冬型の気圧配置の影響で日本海側で猛吹雪になっています。陸上で予想される最大瞬間風速は日本海側と太平洋側で30メートルとなっています。明日朝にかけて予想される雪の量は多いところで後志地方で60センチ、石狩と空知地方で40センチで、札幌でも昼過ぎと明日未明に雪の降り方が強まる恐れがあります。また波の高さは日本海側で6メートルの大しけとなる見込みです。道内は夕方にかけて猛吹雪や吹きだまりによる交通障害、高波に警戒が必要です。